ノンの1月号では人気急上昇中のモデル日並京子の特集、日並京子ブックを掲載。ノンの TV はその撮影に潜入しました。京子、今日はどんな撮影なの？今日はですね、ノンの1月号の中にある私の、ちょっと企画をやらせていただくんですけど、その中でちょっと髪を切ることになりまして、その撮影で来ております。切るのが大体小学校1年生の入学式以来なんです。だからそれまでずっとこの長さっていうか長くしていたので、ちょっと不安ですよね。これまでロングヘアがトレードマークだった京子、今回はどんな髪型に変身するの？結構撮影ではボブとかなんちゃってボブとかやるんですけど、やっぱりそれとまた多分切ったら違うと思うので、でもやっぱりずっとこれだし、ファンの方もみんなこの髪で慣れてるので、多分ちょっと私は不安のが大きいんですけど、ぜひ短くなった私もよろしくお願いします最初にウィッグを使って京子に合う髪型をシミュレーション。まだね、ちょっとわからない。近いわね。本当ですか？まずはミディアムスタイルに挑戦。毛先を巻いてふわゆれヘアでガーリーな印象に。続いてはボブスタイル。モードっぽい重めのボブでおしゃれ度アップ。ヘアとショートにいい感じ、すごく強行。さっきまでの不安はなくなったみたいだね。最後にショートスタイルに挑戦。元気で活発な印象でスタッフからは大絶賛の声。3パターン試した感想は？初めてなのでちょっとどうでしょうね。なんかちょっとまだウィッグなので見慣れないですけど、すごくなんか楽しいなと思って、変化がたくさんあって、ちょっと楽しみですこれからが。いよいよカットスタート。3パターンのうちどのスタイルになるのかな。いやー短くなった。あー待って、これあーそうもう一回ちょっとどんどんなくなる髪の毛が。小学生の頃から変わることのなかったロングヘア。17歳になった京子は一体どんな風に生まれ変わるのか。悩んだ末に選んだのはミディアムスタイル。生まれ変わった京子は少し大人っぽい印象に。11年ぶりに髪を切ってみてどう？まだ見慣れはしたんですけど、まだ自分の髪で切ったっていう実感がまだないです。だから今日お風呂入る時とかにちょっと楽しもうかなと思ってます。やっぱりずっと11年間近くこの髪で来てたので、どうしようと思ってたんですけど、でもなんかまあウィッグとかかぶってちゃんとスタッフの方もシミュレーションして、自分に合ったものをちゃんと選んで、でセットしてくれたので、すごくまあだんだん徐々に不安は取れて安心感も出てきて、で実際こう切ってみたら意外とまあおかしいなっていう感じなのが良かったから良かったかなと思って。では最後に今回の特集について一言お願いします。今回の京子ブックですが、私今回髪短くしましたが、その短い髪にも合うコーディネートを本誌にも紹介していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。以上、日並京子でした。バイバー。他にも京子の魅力が満載。ノンの1月号をチェックしてね。